はいどみさんこんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、三井住友ナンバーレスのビザブランドを追加発行、ビザマスターブランドのメリットも解説ということで、今回は三井住友ナンバーレスのカードについてですね、この動画では三井住友ナンバーレスを現在僕が所持しているマスターブランドに加えて、ビザブランドを発行したことについてお伝えします。僕と同じようにですね、マスターブランドを持っている方で、ビザブランドの発行を検討されている方はですね、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは いってことで、先日こちらの動画をアップしまして、三井住友ドトール、ビザタッチが救われるということで、この動画の中ではドトールコーヒーについてのキャンペーンをお伝えはしてたんですけども、動画の後半で、まあそろそろナンバーレスのビザタッチ欲しいなということで、動画内で一応申し込みまで実施して、結果はまだでしたということで、この動画終わったんですよ。でですね、結果はどうなったのかと言いますと、結論から言うとですね、なんとじゃんということで、 無事審査が通過してですね、発行が完了いたしました。いや、ほんとね、ちょっといけるかどうかめちゃくちゃ不安だったんですけども、今回は即時発行ではなくて、通常の発行で申し込んで、まあ、約次の日ぐらいかなか、次の次の日ぐらいか、ちょっとあんまり覚えてないんですけども、審査結果来まして、やっとですね、発行することができました。久しぶりのカード発行だったんで、ちょっとドキドキしましたね。 で、そもそもですね、なんで今回の、まあ、ビザのですね、ナンバーレスを発行したのかという風になるんですが、まあ、いわゆるそのメリットのところになってくるんですけども、大きく言って3つございます。1つ目は、やっぱりですね、キャンペーンが多いんですよね。これやっぱり今だけの可能性というのがあるんですけども、やっぱり今ビザブランドはキャンペーンが多いです。まあ、例えば現時点では、こちらのタダちゃんですね、コンビニタダちゃん50分の1の確率で全額タダにということで、まあ、コンビニ3社で決済したら、こういった確率で、上限は10万円まで当たる 可能性がああるるとと8月31日までで実施されてるキャンンペーったりこちらもビザタッチであれば、まあ、キャンペーンに参加することができるので、まあ、こういった、ね、キャンペーンそれぞれがマスターカードのブランドの場合は参加することができないので、まあ、ちょっとここはねネックな部分だったんですけども、今回ビザが発行できたので、まだギリギリね、このキャンペーンにそれぞれ参加することができるということでございます。 なので、こういった内容を踏まえて、先日までね、マクドナルドのキャンペーンとかもあったりして、やっぱり今年のトレンド的にはビザのタッチのキャンペーンって本当に目立ってるなと思います。まあ、この後に何が起きるかとか、どんなキャンペーンが来るか全然予想はしてないんですけども、やっぱりビザは何かと便利だなというふうにも思いました。ちなみに僕が住んでるですね、福岡県福岡市なんですけども、最近ですね、一部の地下鉄でビザのタッチが使えるようになりまして、天神と博多間だけの1日フリーキップっていうのがですね、500円で購入することができます。 まして改札をビザタッチで通ることができるっていうねまあ確か他のね南海電鉄でしたっけあそこもね使えたりとか一部のバスとかでもなんか使えるみたいな話を聞いたのでやっぱりビザタッチはねすごい普及してるなという風にも思います続きまして2つ目なんですけどもこちらチャージペイに対応してるということですねまあ、チャージペイねほとんどの方が知ってると思うんですけどもいわゆるその LINE ペイが提供するサービスなんですが LINE ペイのスマホ決済で決済する場合残高で決済するのではなくてクレジットカードと 連携ををして決済をすると今までね、ビザラインペイ、クレジットカードしか対応してなかったんですが、まあ、ちょっと前ぐらいに三井住友カードが対応して、ラインペイと連携することができるということでございます。還元率はね、0.5%還元ということで、まあ、ちょっとそんなに高くはないんですけども、もしね、ラインペイユーザーの方で、かつ三井住友カードをメインで使われてる方であれば、V ポイントを貯めたい方はね、こういった方法も試してみてもいいと思います。で、かつね、8月12日までは、こういったね、三井住友カードとライン Pay のチャージ &Pay のキャンペーンっていうのが8月12日まで開催されてますのでこうすればね実質1%還元で決済できたりとかもするのでやっぱりねこれも Visa ブランドならではのキャンペーンの一つかなと思いますで次3つ目なんですけどもこちらやっぱりなんちゃかんちゃかっこいいんですよね <laughs> 全然根拠ないんですけどもまあざっとねこんな感じなんですが画質めちゃくちゃ荒いんですけどもマスターブランドのロゴはね丸が2つですけども Visa の場合はねめちゃくちゃ画質荒いんですけどもちょっとシルバーのねロゴがいい感じにかっこよかったりします これはもうね、好みによりますけどね。で、ここまでの内容を踏まえて、やっぱりこうマスターブランドのいいところってあるのと思う方いらっしゃると思うんですけども、やっぱなんちゃかんちゃね、マスターブランドもいいところっていうのはあるんですよ。いわゆるそのメリットになってくるんですが、3つ挙げさせていただきました。1つ目は、やっぱりここですよね。aupay のチャージができるということでございます。現時点では aupay にチャージできるクレジットカードはご覧の通りとなっております。まあ、僕は基本的には今現在は aupay カード、もしくは JQ エポスゴールドカードが あるるののでででここどちらかでチャージをすすとが多いですまあね、今、aupey がね、ちょっとしたキャンペーンもやってるので、aupey カードでチャージをすることが多いんですけども、他のカードでも色々とね、まあチャージできるカードはあったりするんですが、この中に三井住友カードが入ってないんですよ。ですけども、マスターブランドはね、すべてのカードで対応してるので、もしマスターブランドを持ってる方であれば、まあ a u p y との相性はめちゃくちゃいいということでございます。 で、二つ目なんですけども、こちら、マスターカードコンタクトレス決済ということで、まあ、いわゆる、ビザで言うと、ビザのタッチ決済にほぼほぼ同じですね。例えば、こういったアップルペンにですね、まあ、登録して、ま、アップルウォッチでもいいんですけども、その後に、かざして決済ができるということでございます。もちろんね、ビザでもできるんですけども、マスターカードコンタクトレス決済も対応してると。で、最後三つ目なんですけども、こちら、コストコで使えるということですね。ちなみに僕はですね、まだ未だに人生で一度もコストコは行ったことはございません。<laughs> 福岡に一応あるんです <laughs> まあコストコっていうのは、ま、ググってみればわかると思うんですけども、すごい量のお肉であったりとか、ま、日用品とかが、本当日本のサイズではなくて海外サイズで売られてるっていうね。 そういったお店であったりするんですけどもなんかここのお店が基本的にはマスターブランドのカードしか使えないみたいなのでもしねコストコのヘビーユーザーの方であればまあ、このマスターブランドは結構役に立つんじゃないかなという風に思いますまあ、他にねマスターブランドこういったところがありますよっていうメリットなどがあればコメントで教えていただければ嬉しいですでですねここまでお伝えして僕はちゃんとナンバーレスのビザ発行できてるのかまあいわゆるその証拠的なところを見ていただきたいんですがこれ VPASS アプリのところで今現在は三井市民 もマスター NL ナンバーレスの部分なんですけどもここをタップしたらですね今現在僕が持ってる三井住友カードが出てきますちょっと増えましたねここの一番上に三井住友ビザ NL と出てますのでこれをタップしたらご覧のようにですね三井住友ビザのナンバーレスが発行できているということがわかると思います で、早速ですね、発行できましたので、このまま Apple Pay の設定をしたいと思いますので、Apple Pay を始めろをタップして、もろもろ入力していって、じゃんということで、しっかりと設定もできました。結構簡単ですね。ちょっとカードの登録は削除したんですけども、これ通常の三井住友ビザの Apple Pay と確か画面同じっぽいような感じですよね。で、もう一つなんですけども、ま、先日動画にもさせていただきましたが、三井住友ナンバーレス絶対に設定すべきということで、 ここのですね、利用通知スタンプカード、いわゆるそのスタンプの機能が備わってまして、僕は結構ね、遅れて知ったんですけども、 ま、その設定もですね、カードそれぞれで設定しないといけないので、このスタンプカードの画面から利用通知のサービスの設定というのがあるので、これをタップしてどんどん画面を進んでいっていただくと、これでこの僕が持ってる三井住友ビザナンバーレスのスタンプの設定もできたということでございます。まだ設定されてない方はですね、ぜひこちらを設定しておいてください。そしてあと一つなんですけども、この時の動画でも解説をしたんですが、 こちらの VJA 主催に最大3万円の Amazon ギフト券が当たるというキャンペーンで、これも4月からスタートしてて9月30日までなんですよね。まおそらくほとんどの方がもうすでに参加されてる方が多いのかなと思うんですけど、もし参加されてない方はですね、ぜひトライしていただければと思います。ちなみに僕はですね、すでに当選済みなんですけども、もし新規発行された方はですね、参考にしてください。で、やり方なんですが、この画面の左下にお得情報というところに入っていただきます。そしたらですね、この上のバーのところで、今お伝えした VJA j a 主催最大3万円の Amazon ギフト券が当たるという項目があるのでこれをタップしますそしたらですねこの画面が出てくるのでまあ、画面を進むとログインをしていただく必要がありますでうまくログインができましてエントリーするカードを確認と出てきますので僕の場合は三井住友ビザナンバーレスと出ておりますこれ下の次へを進むをタップして そして、これで申し込み受付の完了と。で、画面を進んでいっていただくと、抽選に参加することができますので、抽選に参加するっていうところをタップしたらですね、じゃんということで、まあ、結構前にも当たった画面なんですけども、Amazon ギフト券がこの時は500円分が当たったということでございます。なのでね、もしまだトライされてない方はですね、こちらのキャンペーン、まだ9月までされてるんで、サクッとやってみてください。で、最後になんですけども、そろそろこの流れ読めてきたと思うんですが、このですね、三井住友ナンバーレス追加発行するなら、 やっぱりポイントサイト経由がめちゃくちゃお得でございます。 こちら今出てるものはですね、どことくっていう、どのポイントサイトがリアルタイムでお得なのかっていう風に検索をできるツールなんですけども、これ7月24日時点の画面なんですが、ま、いろいろ出てはいるんですけども、僕が今回利用させていただいたのはこのライフメディアっていう、ま、昨日のね、動画でも紹介させていただいたポイントサイトなんですけども、ここを使う理由っていうのは、ま、この中では若干ちょっと金額的には高いっていうのもあるんですが、もう一つちょっと理由があるんですよ。これちょっと後ほどお伝えします。ちなみにライフメディアっていうね、ポイントサイトは、 そので、実際のライフメディアからナンバーレスの案件を探すやり方なんですけども、このトップページから真ん中下の検索っていうところですね、タップしていただきます。そして検索のバーのところで、ご覧のように三井住友っていう風に入力をして検索をかけます。で、下に下がっていただくと、ここに三井住友カード NL と出てますんで、これをタップします。そしたら三井住友カード NL の画面が出てきます。 ますんでまあここのねまずポイント獲得条件をチェックしますそしたらですね獲得条件で新規カード発行であったりとかポイント付与時期とか色々出てましてで画面を下に下がっていただくと今回僕がライフメディアを選んだ理由というのはここなんですよねすでに他の三井住友カードをお持ちの方でもお申し込みいただけますと出てましてそうなんですよねちょっとこれまだ問い合わせてないのでわかんないんですけどもおそらくマスターブランド持っててもビザブランド追加発行でいけるんじゃないかなと思いまして今回はライフメディアを選択さ させていたただきましたちなみにですね、他のポイントサイトちょっと色々調べてみたんですけども、とあるポイントサイトでは追加発行がそのポイント付与の対象外になるサイトもあったので、まあ僕がね、よく利用してるポイントサイト結構他のところが対象外のところもあったんですけども、今回はこのライフメディアだけはこういった風な記載があったので、まあちょっとね、いけるんじゃないかなっていうことで申し込みをさせていただきました。ちなみに申し込む際はですね、ここのポイントゲットからですね、タップしていただいて、あとは三井住友カード。 の通常の画面から発行していただければいけるということでございます。あとはですね、ポイント申請対象になれば嬉しいんですけども、それはあと僕は祈るばかりでございます。なのでね、もし追加発行される方、ポイントサイト経由される方はですね、こらせば自己責任でお願いします。ちなみにですね、僕の招待 URL からライフメディアを登録されたらですね、最大2500円相当のポイントもらえますんで、まあこういった条件はいろいろあるんですけども、まあそこもね、検討した上で参加されてみてください。まあそんなことで今回は、三井住友カードマスターブランドからビザ ブランドを追加発行しましたよということについてまあそれのメリットと発行方法についてお伝えさせていただきましたまあ、正直ねもっと早く取り組めばよかったなっていう風に思うところではあるんですよねポイントサイトもちょっと前までは5000円だったんですけども今思えば2000円とかだったのでおそらく上がる可能性もあるんじゃないかなという風に思ってるんですけどもまあねドトルコーヒーのキャンペーンとかもあったりするんで、まあ、発行して僕は後悔してないかなっていう風に思ってますで先ほどお伝えしたポイントサイトライフメディアの登録まだの方いらっしゃいましたら概要欄にこちら 詳細気になる方いらっしゃったらチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。